クリコゲニンは、グルコースからクリコゲンへの変換に関与する酵素である。クリコゲニンは、グルコース分子の重合のプライマーとして、作用し、最初の数個の分子の重合を担う。その後の重合反応は、他の酵素に引き継がれる。37桁のサブユニットからなるホモ二両体で、グリコシルトランスフェラーゼに分類される。この酵素は次の化学反応を触媒する。すなわち、 この酵素の2つの基質は UDPαD グルコースとグリコゲニンであり、2つの産物は UDP と αD グルコシルグリコゲニンである。この酵素はグリコシルトランスフェラーゼファミリー、特にヘキソシルトランスフェラーゼに属する。この酵素の系統名は UDPαD グルコース、グリコゲニン αD グルコシルトランスフェラーゼである。 他の慣用名には次のようなものがある。グリコゲニンはグリコーゲン合成の開始を担い、グリコーゲンシンターゼが引き継ぐ。グリコゲニンは1984年に、ウィリアム・ヨゼフ・エランによって発見された。肝臓や筋肉でのグリコーゲン合成は、UDP グルコースによって開始されるが、グリコーゲンの重合の主要な酵素である、グリコーゲンシンターゼは、少なくとも3つのグルコース残機の鎖が、 存在している時にのみ、負荷を行うことができる。グリコゲニンはグリコーゲン合成のプライマーとして採用し、グルコースの負荷も行うことができる。この反応は自身へのグルコースの負荷によって行われ、UDP グルコースのグルコースを、ジロシン194番残機のヒドロキシル元に結合させる。さらにグリコゲニンのグルコシルトランスフェラーゼ、活性によって、 UDP グルコースに由来するグルコースを7つ、付加することができる。十分なグルコース残機が付加されると、グルコース差の身長は、グリコーゲンシンターゼに引き継がれる。この時もグリコゲニンはグリコーゲン分子の還元単に、共有結合的に結合したままである。グリコーゲンの二次元断面図。コアタンパク質であるグリコゲニンは、グルコース単位からなる、枝に囲まれている。 球状複合体には約3万単位のグルコースが含まれている。人ではグリコゲニンには2つのアイソフォームが存在する。ジグ1遺伝子にコードされるグリコゲニン1は筋肉で発現し、ジグ2遺伝子にコードされるグリコゲニン2は肝臓と心筋で発現しているが骨格筋では発現しない。グリコゲニン1の欠乏患者が見つかっており、 筋細胞にグリコーゲンを貯蔵することができないため、筋力低下と心臓疾患が引き起こされる。ありがとうございます。